ってくる。まあ、つまりそのインテリア全体はやはりこれからもっとモダン、今までのそのミニマムなラインからモダンバロックのような装飾的で色彩豊かな空間に変わってくると思います。ただその時にやっぱりキッチンも今のミニマムな非常に軽いデザインの中だけで、じゃあそれが持つかというと、それはおそらく持たなくなるだろうというふうに我々は考えています。だいたい話は終わりましたのでまとめに入りたいと思いますが、今までお話をしていたことをですね、少しまとめさせていただこうと思います。まずキッチンはですね、料理をする場という意味から大きく飛び越えてきていると思います。家族や友人が集い食事をし料理をし団らんをするという場としてのニーズがこれからますます大きくなってきて、だからキッチンを単に料理をする場として捉えると、おそらくこれからニーズとは合ってこないだろうと。そういうそのニーズから考えると、キッチンが壁から壁へユニットを埋め尽くすという単純な発想で、レイアウトする。またキッチンとして単独のスペースとして調理という機能だけに絞って提案をするというのではなく、ダイニングリビングも一つの空間として捉え、その空間にどういうレイアウトをしていくんだといういわゆる空間提案というものが求められる時代になってきた、なってくるだろうと、で私は思います。で、我々キッチンメーカーも単に従来のキッチンを多少手直しをしてオープン化の流れに対応するといった小手先のものではなく、ゼロからやはり設計をし直す必要があるだろうと。その新しいシステムのキッチンというのは、キッチンだけではなくダイニングとリビングを含めた空間設計ができる可能性を秘めたシステムである必要があるだろう。その提案の仕方もですね、単に調理機能、これが便利ですよ、これ収納が入るから便利ですよというふうだけじゃなしに、家族がどういうライフスタイルを求めているんだろうというライフスタイルに合わせた提案ができるシステムである必要があるだろうと。そしてデザインも当然立体を要求されるわけですから、二次元的なものではなしに、どの角度から見ても美しいデザインを要求されるようになる。デザインについては、まあ、当然オープン化をしてくるわけですから、従来よりもますます家全体のインテリアとの調和というものを求められる時代になってくる。そのデザインの傾向がおそらく、まあ、何年先か分かりませんけども、おそらく2年か3年先、下手すると5年先になるかもしれませんけども、明らかに傾向は変わってくる。その時にキッチンはどういうふうに変わってくるんだろうということを我々は考えながら、新しいキッチンデザインを提案する必要があるというふうに、まあ、東洋キッチンは考えるわけです。